Vogue. Moschino. ようじ山本笠井さん、撮影準備できました。お願いします。お願いします。あ、お疲れ様。はい、明日の撮影の準備できたので。 ありがとう、はい、はい、お願いします。ちょっとご相談があるんですけど、いいですか？うんうんうん、あの先日のあのハイジ男子、綺麗になりたい男子計画の、うん、あのご褒美みたいな、ちょっと話で出たじゃないですか。綺麗になりたい男子、はい、2人、はい、2人、はい、お二人のなんかそれってどうします、うん、いや、そうなんだよね。どうしようかなってちょっと思ってたんですけど、はい、綺麗になりたい男子だから何がいいんだろうって思ってて、はい、私ちょっと一個考えてきたんですけど、うん、ちょっと見ていただいていいですか？はい、あの TikTok でこういうのが流行ってるんですけど、これ TikTok？ TikTok です。うん、ちょっと見ててください、うん、あ、なんかあれだね。ああ、なるほど。これあれだ、自分の持ってるものを組んで、はい、これ面白いですよね。うん、見たの、これ結構タブとかで、うん、私結構よく見るんですよ。YouTube でも見るんですよ、ショートとかでも、はいはいはい、でこれなんか作れたらなって思って。あ、いいね。綺麗に綺麗にして最後撮影っていう、うん、あ、いいじゃん、いいじゃん。いいんじゃない？良くないですか？うん、でいいと思う。あ、ごめん。というかさ、はい、これやろうでいいんだけど、はい、なずかちゃんこれ作れるの？そもそもこれ。え？この動画。作れますよ。マジ？作れますよ。マジで？はい。作っちゃう。作っちゃいましょう。うんうん。その明日撮影あるじゃないですか。あるある。川本さんっていらっしゃいますかね？現場に？はい、現場にです。来ると思うよ、スタジオ。その時に撮っちゃうっていうのはどうでしょうか？うん、捕まえていいですよ。捕まえてとか持ってきてもらう。ここにあるもので、うーん、ああ撮影の時、はい、あ、いいんじゃん。はい、いいんじゃん。どうでしょうか？いいと思う。ご褒美企画として、うん、やろう、はい、いいと思う、これ。はい、ありがとうございます、うん、ね、はい、あ、楽しみになってきた。はい、じゃあちょっとその撮影の準備もこれから撮影の準備も、そちらの撮影の準備も、はい、そちらの撮影の準備はちょっと、うん、いいでしょうか？はい、はい、じゃあ引き続きお願いします。はい、お願いします。
どんなお気持ちですか？うん、ビッグバーのトップになった感じです。トップさんに。かっこいいです。ジェダイになれて嬉しかったです。あ、よかったです。またお願いします。こちらこそ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。Vogue。 Moschino。幼児山本。